次がいよいよ1のボス。どんなボスが待ち構えてるんでしょうか。ていうかさ、ステージ何個ぐらいあんねやろ。これは待って、なんか知ってるぞ。これ砂漠のボスや。エレクトリックダウター。あ、ちょっと待って。なんだっけ、あの砂漠のボスって。痛いです。食らった。でも今のところ、なんか連打してますみたいな。あ、ちょっと待って。これさ、どうしよう。ガー、ピコ、まずい。まずい。まずいけど今がチャンスか。ボム、ボム、飛んだ。そっちからエレクトリックダウターされた。まずい。まずいよ。痛い。着地地点でさ、ビリビリ飛ばすの。そのヘビは誰？待って、ボムいっぱい置いたぞ。そこで爆発だ。ちょっと待って、着地と同時にさ、ビリビリが来るときとさ、来ないときがね、強く分かってね。そう、連続攻撃。これはビリビリ。ビリビリ。で、これ降りてきて、ビリビリ来るぞ。だよね。ズズズズズで、高いところ取ってボムか。あ、ちょっと待って。こっからが本気だぞと。結構さ、硬い硬いのか、マホロワの火力が今足りてないのか、出ないですって言うと、多分ね、なんかその強化を温存しちゃってるので、その、あらららららら、くるりくるり、強化温存しちゃってるので、なんかマホロワの火力が足りてない説がね、ちょっと濃厚だとね、僕は思ってますが、飛んだ。うおまず、待って。あー、ボム、ボム、ヘビ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 、待って、ヘビ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 しないで。ちょ、ボム置いとく。そこビリビリ。あ、それ、あー、飛んだ場所が悪かった。まずい、え、何それ知らない技しかなさ。やばい、やばい、強いよ。強いよ、この人。ずっとだって本当に知らない技してくるの。それはさ、ずるなんじゃないの。なんで避けれた。許して、許して。そう、助けて、カービィ。カービィ、カービィは助けてくれない。カービィは今こんなことになってることをね、知らない。ぞと。ちょっとね、どうしようかな。これ強化していい？ちょっと強化していい？強化していいかどうかで言うと、ちょっとね、魔力持って帰っちゃったので、ちょっと強化するか。飛ばせるのと、あー、魔力呼吸点が2発同時、ボムを2つ同時に投げられる。どうしようかな。ボム強いんだよな。っていうかさ、全部強化できる。全部強化できるならば、強化していこうぜ。魔力呼吸点。でも早めにさ、もう攻撃技回復しちゃったけど、いいのかな。あ、ちょっと待って。これ威力2倍じゃないですか。しかもあれですね、こう、なんか、ちょっと、下向き、そう、ジャンプして飛ばすと、こう、左右にちょっと広がるので、これ、ジャンプ打ち前提の技か、もしかして。なんか、そんな予感がするのと、あー、これはさ、強いよ。ちょ、これで行こうぜ。よし。リベンジだ。そう。ダウターさん。今、食らってください、あなた。B、B。これさ、もうこれ遠くからさ、連続攻撃で用意ですか？ダメです。ダメですか？待って、ビリビリが飛んでくる。わー、上もダブルでさ、ちょっとさ、その骸骨がさ、そろそろ怖いよ。まずい、まずい、まずいかどうかで言うと、なんとかなった。ちょっと飛んだ。ビー。ビー。からのこれ、落下ビリビリ飛んだ。ボム、ボム、ボム強いぞ。ボム強いかな。わかんない。なんかでも威力高い気がする。使い勝手が悪いということは威力高いということでしょう。ちょ、本当なの？待って。ビビ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 。まずい。これさ、ビビビビ、連続ビビビビが。連続ビビビビ来る。この辺にボム置いとく。いっぱい置いちゃ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 。待って。これは？あれだ、そう、なんか普通に普通に踏んだ。思ったように判定長かった。ヘビー、ヘビー、知らないヘビさん、やめてください。まずそこにボム置いとくぞ。ボム置いとくぞ。まずまずいけど、とりあえずボム置いとけ。ボム置いといたらさ、
何かが起こる。それさ、なんかもうやけくそじゃないですか。やったか、これがマホロワの力よ。完全に今あれだね、なんかもう魔力でちょっとね、ご用したなっていう感じがあるんですが、また同じような感じでリンゴもらいましたね。これはあれか、1個だったリンゴがこう5分割ですよみたいな、なんか違う種類のフルーツなのかなってちょっと勝手に思ったんですけど、リンゴ5個っぽいですね。で、ポイントは高くないよと。これあれか、シンプルにボスが倒れないから食らわずにコンボしまくったらすごいコンボになってすごい魔力ポイントもらえるぞみたいな、なんかね、なんかそういう予感がする。が帰ってきました。あとあれかな、なんかシンプルにさ、威力低い技で連続攻撃した方がなんかコンボできて、何なんかね、ポイント多いぞみたいな予感はするんですが、2個集まりましたね。2個集まったよ。これ5個っぽいよね。どう？これまた新しい技。あ、ちょっとさ、それ絶対あれやん。何？開けるよね、あそこ。マホロワストームを覚えた。果実のかけらの力によって、マホロワストームダッシュ B を覚えた。マホロワ法。ちょっと待って。なんかやばいのを覚えたぞ。技エナジー満タンで X。 何それ、技エナジーって。待って、マホロワ法について。コンボをすると技エナジーが溜まる。技エナジーが溜まったら X で発射だ。あー、なんかそういう必殺技みたいなのが打てるようになったのか。へえ。あー、ここであるか、一応プロペアの存在を教えてくれるんですね。なんかそのカービィの旅だったらボス倒したらね、なんかその勝手に船に戻って次のステージへって感じなんですけど、これはあれですね、マホロワでまあなんか追加されたアクションとかをすることによってこういうところが開くぞみたいな。開いて、で、あ、もうこのまま2の1。ちょっと待って、プロムゾーン、ちょっと待って、こっちがエアグリフ。ああ、なんかもう何繋がってるのか。へーっていう感じで、なんか違うワールドに行けるんじゃなくて、もうどんどんこうやって進んでいくぞみたいな。で、これはさ打てない。ゲージはゼロなので、なんかここでもさ、何この必殺打てるようになったりするんかな。なんかそうだよね、なんか X を押すとゲージゼロだよって言って出てくるんですけど、できる可能性があるのかな。ちょっとね、わかんないんですけど、ちょっと今のところね、ちょっと結構ね、探りで来てますよと。で、早速、まあ、フォロワーストームとかは、まあ、強化できたりするみたいなんですけど、まあ、せっかくなので、まあ、これとかはね、そう、最初はこれで使ってみたりして、で、どんどん強化していきたいなと、今ね、ちょっとなんとなーくぼんやり思ってますみたいな、そんな感じではありますので、まあ、ちょっとね、まあ、フォロワー、カービィにやられてしまった、まあ、フォロワーのその後の旅がね、今回始まって、で、果実がね、なんか多分、何、食材が5個っぽかったので、あと3つ集めたらクリア。ので、ステージ2、3、4、4つかな？クリアすると、力が戻って、何かと戦うのかな。ちょっとね、その辺はね、わからないんですけど、まあなんか、そんな感じでね、そう、まあフォロワーのね、旅も、そうやっていければなと思いますので、またね、次回も引き続き、動画でお会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。